はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第286回でございます。先週お休みいただいてすいませんでした。しかも先週休みいただいてさ、で明日から7月だよ。どんな真面目な話すんのかなってね、期待してた方申し訳ない。今週は熱くフェチの話でもしようということで、まあそんな話をしていきます。で、その本編に行く前に、今、打開策っていうオレンジのね、と右に7月ってあるじゃないですか。そっちちょっと話していきましょう。まあ、YouTube 好きなみんなだったらさ、なんとなくわかるかと思うんだけど、YouTuber さんって夏休みめちゃくちゃ頑張るんだよね。もうすんごい毎日投稿を始めたりとかさ、もう大型コラボ企画とかめちゃくちゃでかい企画やりますみたいなことをみんなするの。なんでかって、まあ、基本的にね、特にエンタメ系の、まあ、YouTuber の方なんていうのは学生がさ、メイン層になるから、みんながさ、夏休みってことは昼間も動画見れるわけよ。ってことは再生数が伸ばしやすいんだよね。だから夏を制するものは YouTube を制すみたいな言葉もね、言ってる人いましたけど、まあ間違ってないあながち。本当にそんな感じなんだよね。で、自分教育チャンネルだからさ、割と夏休みに伸びそうですよねって言われるんだけど、実は1年間で、まあ、一番でもないけど、でもかなり苦戦する時期。この7月、8月。あ、ほんと伸びない。そうなんだよ。動画見てもらえる再生数もそうだし、登録者数も結構苦戦するのね。で、もちろんそれに対してさ、まあ、指を加えて何もしないっていうのは良くないから、ある程度こういうことやっていこうかなっていうのも考えてはいるんだけど、せっかくならさ、みんなからその、まあ、打開策っていうかリクエストだよね。こんなんやってくれたら俺見るんすけど、みたいな。私こういうのやってほしい、みたいなのがあったら、ちょっと書いてほしいなと思って、コメント欄にね。そうそう。で、もちろんそれをさ、全部できるかっつったら体一個しかないから無理だよっていう話なんだけど、もしかしたらみんなが書いてくれたものから、やべえ、これやろうっていうのが採用されるかもしれないので、よかったらコメント欄に書いてみてください。っていう話。で、以上。で、本編行きましょうか。でね、ちょっとね、前置きしておきたいのが、そのフェチあるじゃん。ホニャララフェチ。まあ、みんなもフェチあると思うんだわ。でさ、この前ね、ちょっと高校生と話す機会があって、ちょっと話したんだけど、フェチってさ、みんな、なんかエロいイメージがある。俺さ、全然そういうイメージがなくて、多分ね、俺が今から話すホニャララフェチって別に性的というか、その、エロい要素の話とかないから、そう、でも、その高校生からするとさ、やっぱり特に男子はさ、女の子の、例えば胸フェチ、ね、胸だったりとか、足とか、その、女の子のさ、身体的、まあ体ね、の特徴で言うから、イコールエロいみたいな風にイメージするっぽいんだけど、あんま自分それがなくてさ、そうそうそう。だからもしかしたらね、なんかエロい話すんのかなと、まあそれを期待してる方もいるかもしれないけど、大してそういう話はするつもりはなくて、そう。で、まあ、フェチの話をちょっとしたいなと思って今回していきます。たまには許して、こんなのもね。で、もともとさ、多分動画でも一番言ってるのは、昔から自覚があるのは、俺匂いフェチなのね。これ相当匂いフェチで、フェチというかかなりこうこだわりが強いの、匂いに関しては。だって、俺ね、これね、昔友達に話したらさ、ドン引きされたんでさ、多分俺これ動画で話したらまたドン引きされる気がするんだけど、も話しちゃうね。まあ、引かれたら引かれたらしゃあない。まあ、ジミンは結婚してるからあれだけど、その恋人いるじゃん。ただ、付き合って、結婚してない時期ね。彼女が、まあ、いるかいないか、そんな学生の時とかの話だよ。俺、その、匂いがダメな人、俺付き合えないよね。そうなの。匂いごときでって思うかもしれないけど、俺すごい大事なポイントなの。匂いが、その、許せる人、もっと言うんだったら、本当この人の匂い好きとか、匂いが落ち着くって言うんじゃないと、付き合えないのね、俺。だってって言っちゃったよ。無理なんだわ。そう。っていう、こういう話をする今日。こういう話。ブラウザバックするなら今だよ、みんな。興味があったらこのまま聞いてほしいけどさ。そう。っていうのがあって、まあ、匂いフェチなの。だから、俺タバコ吸わないのね。俺自身が。で、別にタバコ吸ってる人、もうタバコとかやめろよとは思わないんだけど、でも俺タバコ吸ってる人とは付き合えないの。絶対付き合えない。なぜならタバコの匂いがダメなんで、俺が。そう。だって、友達とかだったらいいじゃん。たまに遊び行くときに別に吸うのは全然構わないし、いいんだけど、恋人ってさ、いずれね、もし恋人から結婚するってなったら一緒に住むわけだし、日常生活で苦手な匂いがずっとつきまとうのは絶対無理だからさ。そう。って俺よく言うの。だからタバコ吸ってる人とは絶対付き合いませんよってずっと思ってたしね。そう。俺今まで人生で一回もタバコ吸ったことないよ。そう。試しでとかも一回もなくて。そう、だからね、ほんとタバコ無理なのよ。匂いがね。そうそうそう。っていうのがあって。で、もう一個が、俺文字フェチなの。文字。
そう。これもまあ、ちょいちょい、まあ、イメージつくかもしれないんだけど、文字のこだわりが結構強くて、まだ板書とかもそうだよね、俺ね。文字すごいこだわりが強いんだけど、で、去年だね、そう、去年さ、地元のね、新聞社、朝日新聞だったかな、の方が取材に来てくださってるうちに、で、女性、自分、年下の女性だったんだけど、その人がさ、取材終わった後に、お手紙を、感謝のね、お礼状みたいな感じで手書きのお手紙をくださって、俺、多分今までのテレビとか、新聞とか雑誌の取材でも、手書きのお手紙くださったの多分あの方しかいらっしゃらないと思うんでね。まずそれに感動したのと、その方の字がね、まあ、やばかったんだわ。この語彙力の欠如ごめんね。やばかったの。久々にね、字にときめいたよね。そう。結構ね、字にときめくことって多いんだよね。あ、すごいこの子の字とか好きとかね。学生と相手で受講者やってる時とかでも普通にあったし、今でもね、その友達とか知り合いに、あ、お前の字いいよね、とかあるんだけど、なんかね、衝撃が走った。ってぐらいに、その文字への執着が強いというか、でも別に字が汚いから付き合えないとか、それはないよ。匂いみたいにそこまではないんだけど、その文字フェチがあるなっていう。まあ、この2個が俺メインだったわけよ。そう。基本的に。あんまね、その高校生の男子みたいな感じの胸がとかっていうのはあんまなくって、別にその好きだったら別にさ胸がどうのこうとかどうでもよくないっていう感じなんだよね、個人的には。まあそれはいいわ、置いといてさ。で、今回なんでフェチの話をしようかなと思ったかっていうと、最近ね、やべえ、もう一個あるって思ったの。いや、うすうす気づいちゃいたんだけど、確信に変わったわけよね。何かって俺、歩き方フェチなんだよね。歩き方すげえ見ちゃう。で、もちろんやっぱ俺男だからさ、女性の方に見れば目がいっちゃう。もう男性も気になるんだけど、やっぱね、女性のね、歩き方すごい見ちゃうんだよね。そう。気持ち悪いでしょ。分かってるよ。今回ドン引き会だと思ってるけども、許し合って。たまにはね、ダラダラ以上そういう場所だから。そういう場所なのかな、分かんないけど。そう、すごい思って。まあ、最近、東京とかにさ、仕事に行くことが多くって、まあ、外に出るとさ、いろんな人に会うわけ。会うわけというか、見るわけじゃんか。そう。で、まあ、駅のホームとかでぼーっと待ってる時とかもさ、まあ、人の歩いてるの見た時に、見ちゃうんだよね、歩き方。そう。歩き方が綺麗っていうのはね、多分そこまでまだね、そう、悟りを開けてないの。匂いと、文字フェチはもう歴が長いから、もうこういう文字がいいみたいなのがすごくあるのね。なんかこのセンサーがあるの。だからそのお手紙いただいたやつとかも、ビビビと来るわけですよ。でも歩き方はそこまで分かっちゃいないんだけど、でも、あれだね、綺麗でときめくってよりも汚くて嫌だなっていう風に思うことがたまにあるっていう。もう、俺ほんと女性的に回すんじゃないかな。大丈夫かな？うちのチャンネル一応半分女性なんだよね、リスナーね。大丈夫かな？不安になってきたけど、もうね、もう後の祭りですわ。まあそんな感じで、そう思ってね。で、やっぱり面白いなって、なんかさ、それを思った時に、もちろんそんな歩き方に興味ない人なんてたくさんいるわけじゃん。興味同じような同感する方もいるかもしんないけど、賛同する方もいるかもしんないけど、でもみんなもきっといろんなフェチがあるでしょ。女性だったらきっと男性の仕草とかいろんなあると思うんだけど、で、そういうさ、人が何かにときめくというか、執着するって、どういう深層心理なんだろうってすごく思ったんだよね。まあ別に調べちゃいないんだけど、そこが俺のあれだね、爪の甘さ。そこまではいいわと思って。でも、そういうのを考えたときに、あ、ちょっとこれ話して、コメント欄でみんなのなんかフェチとか聞きたいな。これさ、性的コメントめっちゃ出そうで、ちょっとそれはそれ怖いんだけど。まあそれはごめんね。それはなんか性的コメントが多くなって、みんなが不愉快になったら申し訳ないんだけどさ。まあそんなの思って、今回話しました。はい。ということで、またフェチが増えたら報告するかどうかちょっとさ、置いといてだけど。まあきっとみんなもあると思うんだよね。で、学生の時、若い時ってやっぱさ、身体的ところに行くかもしれない。女の子だったらやっぱ顔の特徴とかさ、男の子も顔だったりは身体的特徴とかもいろいろあると思うんだけど、でもそれがね、いろいろこう仕草だったりとか、違う要素がいっぱい出てくると思うの。俺、匂いに関しては結構賛同してくれること多いかなと思ってるんだけど、まあわからん、そこはな。そう。まあそんな子もあって、ちょっと話させてもらいました。梅雨だね。もうジメジメしちゃって本当やだよね。だからしばらく雨続くらしいし、なんか気温もさ、暖かかったりさ、寒かったりもいかないけど、ちょっと涼しめだったりすること多いから、みんな体調管理気をつけてね。夏に体調崩すと夏風邪こじらせるとめんどくさいからさ、ぜひぜひ体調気をつけて、まあ、7月もね、楽しくやっていきましょう。夏休み来るしね。
はい、ということ で今回のダラダラジオは熱くフェチの話でもしようというテーマで喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただき本当にありがとうございました。ではまた次回はね、さすがに真面目な話すると思いますけど、まあ、またね、何か喋っていきますので、もしよかったらそっちの方も聞いてみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。